カール・ヨハン・シバルド・ミャルビーは、スウェーデン出身の元サッカー選手。ポジションは DF。2005年に現役引退した元スウェーデン代表ディフェンダー。的確なポジション取りで、フェアに相手の攻撃を阻止できる名ディフェンダー。空中戦の強さは、絶対的で、彼がゴール前でディフェンスをしていると、相手選手がクロスを上げるのをためらうほどであった。アイクソルナにわずか13歳で、 入団、1997年、1998年に、スウェーデンカップ制覇を経験し、翌シーズン途中に、セルティックへと移籍する。セルティックでも、守備の用として機能し、スコティッシュプレミアリーグ制覇2度、リーグカップ制覇2度を経験した。その後、レバンテのリーガーエスパニョーラプリメーラディビシオン昇格に、伴い、レバンテへ加入する。しかしながら、 膝の怪我に悩まされ、チームの降格もあり1シーズンでアイクに復帰する。結局この怪我が影響2006年4月に現役引退を発表した。スウェーデン代表としては1997年のイスラエル戦でデビュー、ユーロ2000にも出場し、2002フィーファワールドカップではパトリック・アンデションの負傷もあり、キャプテンマークを巻いて5試合に出場、イングランドを抑えて、 死の組主位通過に貢献した。しかし、引退のきっかけとなった膝の怪我をこの大会で追ってしまった。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。